さあ始まりました K シネマチャンネルのお時間ですこのチャンネルは映画ドラマの感想、考察、解説動画、またランキングやキャスト予想、作品紹介も多数行っておりますぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは早速参りましょうはい、ということで本日は日本テレビ系ドラマ最高の教師徹底考察さがら編をお送りしたいと思います 先日ね最高の教師3年 A 組のパラレルワールド説について考察している動画をアップしましたが皆さん見てくれましたでしょうか見ていない方はねぜひ概要欄からチェックお願いしますこれからも最高の教師考察動画アップするのでぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いしますそして前回の動画でも少し触れたのですが2つのドラマの共通点のうちとても重要になってくるのではないかという共通点 佐賀という名字のキャラクターについて深掘っていきたいなというふうに思っています。それではは早速参りましょう、はいということで前回の動画でも言及したドラマ「最高の教師」と「3年 A 組」の共通点についておさらいしましょう。はいこちらです。5つほどざっと挙げまして、まあ、制作人世界観そして主題歌が「3年 A 組」主演の須田将樹さ,さんであるなどありましたが今回深掘るのは4つ目についてです。 でまあ、5つ目については後日また別の動画で語る予定ですのでぜひチャンネル登録して待っていただければなというふうに思いますで今回取り上げるのが賀良という名字のキャラクターが重要人物としてどちらのドラマにも登場しているという点「三年英組」の方では佐賀良文香という須田正樹さ,さん演じる柊先生の元恋人ですよねでまあ三年英組というドラマも、まあ、彼女のための復讐も あのって柊先生があの引きこもり事件を起こしてまあそういった彼女の存在が大きな動機の一つであったという、まあ、超重要人物だったわけですね。でそして「最高の教師」の方では、まあ、物語の舞台となる3年 D 組の、えー、生徒の一人加藤清志郎さんが演じる相良るいが、まあ、同じ「相良」という名字を持っているキャラクターとして登場します。で彼は まあ、3年 D 組クラスのボス的な存在で鵜久森さんをはじめいろんな生徒をいじめのターゲットにして裏で、まあ、一軍メンバーに指示を出しているいまだ謎の多い生徒で、まあ、これからのね物語の真相が明かされていく中で間違いなく重要になってくるであろう人物です。さてこの2人の関係は一体何なのかというところで、まあ、たまたま同じ名字なのかそれともということでね まあ、年齢的に考えて、まあ、親子かもしくは兄弟という説がまあ考えられますけれども、まあ、自分の挙げた先日のね、あのー、動画を見ていただければなというふうに思うんですけれども先日の動画の説で考えると、まあ、最高の教師イコール柊先生が生き残った世界線のまあ3年 A 組であるという考えをまあ訴えてましてでなので柊と相良文香の息子かといった 感じてしまうんですけれども、さすがにそれはないと。あれほどまでに、まあ、いじめの残酷さや醜さを訴えた柊先生の息子があんな風になってしまったというのは、さすがにちょっと悲しすぎるので、やっぱりここはまあ相良文香の弟という説が一番しっくりくるのではないのかなというふうに思います。で、まあさらにね、あの、前回の動画でも語ってますけれども、未登場のあの学校長の正体ですね。 でその学校長の正体が柊木先生であるという説を訴えているんですけれどもその説が正しければ、まあ、相良文香が、まあ、学校で悪さをしているあの弟の相良るいを心配して柊木、まあ、先生のもとへ、まあ、預けたという説が一番しっくりくるのかなというふうにあの自分は考えました皆さんはどうお考えでしょうかぜひコメントで皆さんの考え聞かせていただければなというふうに思います さあということで最高の教師徹底考察下がら編をお送りしましたがいかがだったでしょうか前回のねパラレルワールド説に続き少しちょっと無理のある考察かもしれませんが是非皆さんの考えもねコメントでお持ちしていますさらにね次回はあの共通点ラストの一つである、えー、俳優細田佳彦編をお送りしますので是非チャンネル登録して待っていただけると嬉しいですそれではまた 本日は最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価の方よろしくお願いします。それではまた。経営シネ